はい、ゆうごドット TV、 本日は下アングルバージョンからお届けしたいと思います。今日も人生に役立つ情報を全世界に配信しております。それでは早速今日のお題を読み上げていきたいと思います。目標は一回も噛まずに。今日のお題は、プレゼントをすることは物を通して気持ちを伝えるということ。プレゼントの本来の意味としては、感謝の気持ちやお祝いの気持ちを物として表現するということにあります。お誕生日のプレゼントは心を表現するものだと思ってください。相手への誕生を記念した嬉しい気持ちや節目のお祝いの気持ちを物を通して相手に上手に伝える手段がプレゼントなのです。プレゼントをもらって嬉しいのは、そこに感謝の気持ちが感じられるからです。単にいただいたということではなく、思いやる気持ちがあってわざわざ送ってくれたことが感じられるからです。ですが、このプレゼントを間違ってやり取りしている人がいます。ただ高価なものさえあげれば相手を喜ばせることができると思っている人です。高価なもの、つまり金額の高いものであれば、何でも相手を感動させられ喜んでくれると思っているのです。驚いたことに、こんなプレゼントに喜ぶ人も本当にいます。お金そのものに全ての価値を置き、高価であれば全て良しと思っている者同士ですから、うまくやり取りがつながるのです。決して高価なものがいけないと言っているわけではありません。他の意味で物のやり取りを行っているがゆえに、本当のプレゼントとは言えないのです。こういう人は金額の高いものを送ってくれたから、金額の高いものを送り返そうと思っています。相手に対する感謝やお礼を込めているのではなく、金額を込めているところに要チェックです。もしたまたまお礼や感謝の気持ちを込めたものが高価なものであるのは構いません。ただ目的が高価なもののやり取りということが危険であるということなのです。これでは本来のプレゼントのきれいなやり取りとは言えません。心のきれいな人は、高価なもので相手を喜ばせるといったお金さえあれば簡単に誰にでもできることはしないのです。プレゼントは高価なものを送って相手を驚かすことが目的ではなく、あくまで感謝の表現を物を通して伝えることなのです。今日の格言、プレゼントをすることで感謝の気持ちをプレゼントする、ということで、下アングルから見ると分かるように、あれこっち鼻手術しちゃ、こっちが鼻おかしいと思ったら、こっちがおかしいな、こっち手術したんだけどな。はい、ということでありがとうございました。